はい、皆さん毎度毎度、はい、推しメニューね、売りテクで特化しよう。そんなうまくいかないよね。推しメニューが必要なわけ。ターゲット集客、そんなね、集客ったってそんな簡単に分かんない。ショートカット、シャドウルーツカラー、酸性ストレートパーマ、やめとけ。酸性は注意。若い美容師さんね、若い美容師さんだね、綺麗なお姉さんね、どこ切ったか分かんないね。アフタービフォーってどっちがアフターよ。あ、こっちの方がエリアすっきりしてるからね。こっち切ったんだね。で、こういうあの切り方書いてあるけどね、あんまり参考にならないよね。ケースバイケースだからね、あのケースバイケースだから、あの本当に一例を書いてるだけだからね、ちょっと参考にならないよね。これもセニングね、残すって、まあ、これもっとアップで書けってね、アップでね、アップで書いてもらいたいよね。でどんなセニング使ってるのかね、何パーセントセニングかね、そういうことも書かないとね。あとはこの手のね、出来上がりスタイルね、もっとアップでね、もっとアップでこう映してもらいたいよね。この部分的にね、襟足とかね、ブローの仕方はまあケースバイケースね。もっと こっちで逆の面もアップで、真後ろもアップでね、上からもアップで、みんなねアップでこう撮ってもらいたいよね。これ細かいことはどうでもいいんだよ、分かんないんだよ。アップで撮って、あの何を真似するのって言ったら、この出来上がりのこの感じを真似するんだってね。これもやっぱりメッシュ入ってんだね、綺麗にね、うまいね。メッシュなんか横な前下がりボブなの、基本これはね、え前下がりボブね、前下がりボブ、で前下がりボブの時はもうあっという間に横が短くなっちゃうからね。録画されてる？ねえ、ベージュシャドウルーツカラー、よくわかんない。37,700円、高いね。うちだとじゃ無理。1時間1万円って書いてあったね。ブリーチね、根元塗んねえんだ。根元塗ったってどうせ根元なんかすぐ伸びてきちゃうからね。オキシは弱めの 3%、 あんまり抜かないってこと。ブリーチは時間を置くほど脱色力が弱まるので、重ね塗りをすることでより脱色を促進する。重ね塗りって書いてあるね。これムラを取るために重ね塗り、重ね塗りが効くかどうかね。なんか抜けてない部分に対して重ね塗りするんだったらいいけどね。あと1時間ぐらいはあの効力続くよね。1時間ぐらいちゃんとできてるよね。あの30分で、まあよくわかんねえな、1時間ぐらいは置けるよね、塗り始めてからね。ゆっくり塗る先生だったらまた話は違うけどね。これ何色だったの、これオールディーブね。ブリーチもでもストレートできるっちゅうね、やめとけ。姉ちゃんやめとけ。そんな一時的だよ、あの酸性なんかで宿毛矯正やったって。アイロンかければその日は伸びてんだよ。で3日もしたらまた癖戻ってきちゃうからね。スピエラとかいっぱい書いてあるよ。太毛、撥水毛、浸水毛、スピエラ、バージン毛、スピエラなんて伸びるわけがない。 25% の 10% 伸びる、ペーハー 6.5 で伸びるわけがない。これはちょっとあの信用しないでやった方がいいよね。バージン毛に対してね、 GMT だのスピエラ、これ伸びるわけがない。まあ、トリートメントになっちゃう。トリートメントでもね、場合によったら痛ましちゃうからね、まあ、信用しない方がいいよね。本当に損傷毛でうちがやった限りどうかな。酸性の宿毛矯正じゃあるけどね、こうやってもうかけたくない部分やるけどね、まあ一時的にはいいけど、ねえ、一回宿毛矯正かけた部分に酸性の宿毛矯正でを軽く使うんだったらいいけどね、酸性の宿毛矯正だけで癖伸ばそうったって伸びるわけがないと思うから、こういうの真似しない方がいいよね。注意だね。天板がR状になっているアイロンを使用、これもうこれアイロン、こういうアイロン使ってる時点でも素人じゃないのこの方。こんなんだってカール出して、喜んでカール出してくるさ、最後の推薦リュールになるので心配ないって、こんなことやったって無駄。ちょっと科学的なこと分かってない。ね、まあ、うちも散々やったけど曲がんないよ、心配しなくても。これちょっとアイロンで、曲げてるけどね、こんなになるわけがない。水素トリートメント、なんだい水素トリートメント。水素ってのは逃げやすいって言うよね。
ステンレスを透過しちゃうっていうんだよね。すごい数字ね、えすごいね。話だけ聞いてるとね、すごいね。水素トリートメント、なんかみんなトリートメントをやって、まあ、お金のある人はトリートメントやんだろうね。あの癒しを求めてね。うちあたりだったらトリートメントしないよ。トリートメントなんかやって熱かけたら色が抜けちゃうよみたいにさ大丈夫、うん、カール・フォーマーが日本上陸なんだよこら。美容師としてこれから何か武器を身につけたい。私にイギリスから贈り物。パーマ、なんで贈り物が来るのイギリスからパーマをかける道具らしいけど苦手意識がある。うーん、何これ。いつもの半分以下の時間でワインディングができる。何これなんだこれなんだこれ。ああ、こうなってんのね。あ、棒に巻きつけて、これが棒に巻きつけて、棒に巻きつけて、これで押さえてるわけだ表面を。あのゴムが、ゴムと言っちゃゴムで、日本の場合はゴムで毛がさほぐれねえようにするけど、これはこれでやるわけだ。ほんでシステアミンでかけろって、かかるわけがない、かかるわけ。多分ね、これイギリス製だから、イギリスの人がねパーマかけるとは思わねえんだよ。これねセットする道具だと思う、おそらく。こうやってやって乾かすっつうの、そんでもって一時的にねセットだね。カールで巻くんじゃなくて、カールで巻いたらぐちゃぐちゃになっちゃうからね。こんなにさ立体的に出ないと思うよカールもっとヘロヘロだよ、こうやってこういうヘロヘロになっても。これイギリスの人だからパーマの道具じゃないと思うこれ。うん、カールフォーマー、うん、ちょっと癖つける道具だと思う。あのセットするもんだと思う。埼玉県川口市、何レボルってな、うん、ちょっとこれでパーマってな、あの考えた方がいいよね。でイギリスだと日本人と髪質全然違うから、うん、同じに考えたら失敗しちゃうよね。ねえ、これはセットの道具、まあ、うん、セットの道具、パーマの道具じゃないよこれ。パーマだったらやっぱりこういうヘロヘロにかけるんだったらロングロットド、あとはねじって巻く。ねえ、イギリスの人はあのこうやって巻いてセットして、あ、向こうの人は乾きやすいからね、毛が細いからね。ほんでもしゃもしゃもしゃってやって喜ぶんじゃない。向こうの人はもう潰れるの、あの、ね、体が大きくてね、髪の毛が潰れるのね、コンプレックスに思ってるからね。パーマ、これ太いんで巻いてんね、かかるんこれで。これも多分ね毎月かけてるとかかるかもしれない。26ミリで本当に毎月かけてればもうで染めてるでしょ、毎月かけたらかかるかもしれないね。あのシスキアタマリス、何これシスキアってどこの、うん、15分放置、うん、アンダーセクションを外した。毎月かけてればかかるねきっと。なんで健康毛の人だったらかかんないよ、これ注意ね。ね、ね、子供のカット、もううち子供のカットはいくらですかって言われたら大人と一緒って言うようにしてる。大人と一緒、子供のカットはで手間のかかる子は割り増しになるよってね。まあ子供のカットね、これすごい前髪だねこれ